山桃です。ふと思い立ったんですよ。はメイク研究しようって。すいませんが今日はみんな付き合ってもらいますよって。自分に合うメイクがね分からず、やのに研究をおろそかにしていました。とりあえず下地とファンデだけ塗ってきたんよ。使ってるコスメとかもね、前回メイク動画上げた時からねなんか全然変わってなくて、それも良くない。まずは下地、これですね、リリミューのトーンアップカラープライマーサテングリーン使ってます。ファンデーションね今日これ使ってる、ティルティルのオーラクション21番。とりあえずパウダーはたいとくわ。これ去年買ったやつやねんけど、めっちゃ持ちがいい。高いねん、デパコスやからさ。私アットコスメのレビューシーンじゃねんけど、評価めちゃめちゃいいと気になって買ってみました去年。パウダーといえばこれ使ってんねんけど、マジでなくならへん。まだこんなに残ってんもん。見える？こんなに残ってんねん、こんなに残ってんねんって伝わるかな。これは高いけどね、日割り計算したら案外安いんちゃうかなって思ってる。私めちゃくちゃ混合肌なんですよ。だからね夏場とかもうデコのテコリか、テコリ光が気になるわけですよ。そういう時はねおでこの部分だけイニスフリーのパウダーとかはたいたりしてます。あと出かける時はもうイニスフリーのパウダー手放されへん。はい、というわけでねこんな感じでいいですかね。アイブロウとかもね変わってないです。アンドビーのパレットアイブロウこれ使ってる。でアンドビーのアイブロウブラシ、このブラシがねめっちゃレビュー良かったから使ってんねんけど、マジで描きやすい。で眉毛もね学んでん、なんかないとこを埋めていくような感じで描くのがいいやんな。眉頭しからがっつり描いとったから、そら眉毛こうなるわみたいな。てか私パッツンやからさ、別に眉毛ちょっとおかしかったとしても隠れてるっちゃ隠れてんねん。眉毛サロン行ってる子月に1回はやっぱ行かなあかん。めんどくさくて後回しにしちゃうから、眉毛サロンも気づいたら3ヶ月行ってない、美容院も気づいたら3ヶ月行ってないとかザラにあるんですよね。美容院も行かなあかん。髪の毛ギシギシよ。外見磨き系さ後回しでいっかなってなってしまうねん。これあかんよな。だってどうする、明日にでもさ推しと付き合いますよってなったらどうする。私推し二次元なんですけど何かしら AI が発達して推しと結婚できますよっていうシステムができるかもしれへんやん。まあそうなった時よ。眉マスカラ塗ります。眉マスカラねこれ最近買ったんやけどお気に入り、 K パレットのニュアンスブローマスカラ、カラーが08番のサニーオレンジ使ってます。これプチプラやのにめちゃくちゃ塗りやすくって、なんか垢抜け感が増す。ちょライト、とりあえずこの辺まではノーマルでええんちゃうかなと思っていつも通りにメイクしてみました。そしてこれ割と最近買ったやつかも、キャンメイクのスリーウェイスリムシェードライナー、こちらです。これで最近涙袋を作ってるんですけど、やけどどういう自分になる、ハイアーリーのメイクで調べてみるわ。韓国メイクのトレンドが丸分かり、2023年春夏トレンドメイク、キーワードは下まぶたボリューム。流行りのメイクとか全然分からへんなあ。アイシャドウは夏っぽカラーでポップに仕上げてって書いてるけど、ポップに仕上げる、イエベ向けの夏メイクカラー、オレンジ、マスタードイエロー、ムーディーベージュ、ゴールドって書いてるね。オレンジ系のさメイクしたいな。ヒーミーアイカラーパレットゴールデンマンゴー、カラーがこんな感じなんですけど、まあ、まず全体に薄い色を塗ります。なんかなメイク納得いかんなと思ってついつい色を足していっちゃったりするんよ。薄い方がいいんかな、案外ちょっと今回薄めにしてみる。涙袋こうやって描きます。このライナーは結構濃いから色が、描いた後ね若干ぼかしてます。そしてハイライトはロム&のシースルーベールライター、マジでいい感じのツヤ肌になるんでお気に入り。唇に色なさすぎるからさっきリップ塗るわ。これにしようかな、オペラのリップティント N113番のオレンジストロン、これ一回塗ってみようかな。こんな感じです。ジューシーな感じになるかな。私もともとの唇の色めっちゃあるんやな、血色ないってよう言われんねんな。この上から違う色重ねるか。リップモンスターのピンクバナナどんな色なる、こんな感じです。ちょっとシェーディング入れましょうかね。あもう新しいの買えよっていう話なんですけど、キャンメイクのやつねこれすごい使ってる。最近ダイエットしてるっていうのもあって、どうやったら小顔になるんやろうっていうのを調べたりしてるわけですよ。でこのねベロの位置がさ幅歯下にあると二重顎ひどくなるんやってな。なんかそういう下の位置とか全然意識したことなかったから、最近ね上に上げるようにしてる。私まず二重顎の肉がすごいから、横向きでなんか笑ってる時の顔とか見るとマジ絶望するわけですよ。ちょっとでも顔痩せたらいいなと思って、これベロ回し気づいたら1日1回
ってそう。ちょっと待って、嘘嘘嘘、1日1回忘れてる時もあるから。あとここのさ、ほっぺたのここの肉、これがあることによってね、ほうれい線が際立つわけですよ。重力に逆らって。アイラインはヒロインメイクのブラウンのやつですね。アイライン引くのも難しいよな。目尻ちょろっとに引いてるだけなんで。チークどうしよう。キャンメイクのクリームチーク05番、ちょろっとだけ出せるわ。ここにちょっとだけ鼻先にものせさして。わ、いつも描かへんけどさ、ノーズシャドウとか描いちゃおっかな今日は。ちょ、鼻高く見せよう。エティウセのアイエディションマスカラベース、マスカラベースなんですけど、最近これオンリーで使ってます。下まつげも塗っとくわ。こんな感じだよね。こうやった方が塗りやすいよな。でもマスカラというわけでメイクできました。最近湿気やばない？うねりと広がるタイプのくせ毛なんよね。だからもう雨が天敵すぎて、雨っていうかまあ夏天敵やねんけど、汗とかで前髪が濡れてうねり始めるから、すごい汗もね湿気も嫌やねんけど、最近特に湿気がやばすぎてね、前髪が言うことを聞いてくれません。あかん、やっぱなんか前髪今日またうまくいかへん。いや、薄いな。やっぱ個人的にもうちょい濃い方が好みなんですよね。こっからちょっと濃くしてみよう。ブブ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 ブ。アピュージューシーパンスパークリングティント CR01番、これ塗ります。発色良すぎるからちょっと濃くしました。メイクってマジで難しい。どうするのがいいんでしょうかね。じゃあさ、目頭切開っていうの書いたことないねんけど、ちょっと書いてみようかな。どんな感じでみんな書いてんの。ナチュラルなのにデカめ、目頭切開ラインのアイメイクテク。目尻の方を見るようにして斜めからペンシルを入れて書くと自然なラインが書けます。へえ、目尻に描いたアイライナーと同じやつで描いていいってこと？ちょ、頑張ってみるわ。え、延長線上のラインはどこにつなげたらいいってこと？なあ、ミスりすぎやって。ちょっと一体どういうこと？だからなんでそう入れてしまうの、私はラインを。引いてみたけどどう？ちょっと待って、なんで私こんなさ右だけハゲるなあ。右の髪の毛ないって。こっちは綺麗やん、なんでここない？でおかしいことになってる。これ前髪が隠して分け目を。目頭切開ライン描いてみてんけど、わかる？あ、でもやっぱ目でかく見えるかもしれへん。このライン描いた方がいいやん。練習するわ。目頭切開ライン、わかった。ちょっと待って、全体的に濃くしてみる。もうちょっと涙袋の影とかも濃くしてみるわ。ほんでぷっくり感を出す、これ使います。アイムミミのスティックシャドウシマー002番。これ見てとこ、ジライライン。みんななんでそんな綺麗に引けんの？みんなすごい綺麗に引いてる。キャンメイクのクリーミータッチライナーで引きます。引いた引いた引いた。アイシャドウピンクにしよう。ルルシャルムのマテリアルカラーパレット、フランボワーズココ。これのこのピンクと赤っぽいカラーを使います。だいぶ濃くなってきた、さっきよりメイク。ちょっと濃くなったくない？どう？え、だからハゲすぎ。口角を上げるリップメイクもやりたい。どうやったらええの？みんなこれ何を引いてるの？アイライナーやアイブロウで口角ラインを描く。描けるらしい。ちょうどいいかもしれん、このキャンメイクのクリーミータッチライナー。口角上げたい、口角上げたい。私も唇が可愛いおなごになりたい。こう、こう描いたらいいんかな？ん？合ってる？間違ってる気しかせえへん。もう強行突破しよう。待って、こっちうまない？ちょっと待って、こっち下手。なんでこんなうまくいかへんの、こっちだけ。なんでこんなことになってしまったんやろう。加工やったらごまかせるって思いたいよ。えなー、ひどすぎ。私一人ハロウィンメイクしてる人やん。笑ってたら分からへん。くぐいて、くぐ、笑ってたら分からへんかもしれへんな。アイラインでリップの幅を広げる。大変なことになったぞこれは。メイクをしてみました、いかがだったでしょうか。こうやったら分かんねんな。こうやってたら分かんないんですよね。いやー、ちょっと新鮮でしたね。目頭切開ラインは練習しようと思いました。そしてリップの口角ラインももう少しナチュラルにできたらいいなと思います。メイクしてるみんなすごいよ。どんな技術持ってんの。お願い、なんかでごまかして。いや、ごまかされへん、全然ごまかされへん。がもう AI に頼るしかない。お願いするしかないぜ AI に。スノーで AI アバター作ってるって課金してまで。どうなんのか見たいって。残り時間20分になってんねんけど。え、ちょっと待って、長すぎひん？そんなに時間かかんの？え、
びっくりした。一瞬にして残り時間7分になった。どういうこと？まあいいや、待っとくわ。ほんなら散らかしたコスメ片付けながら待っとくわ。まあでもよかった、メイクの研究できたわ。もうちょっと腕は磨かなあかんけどな。それでも新しい領域に踏み込めた気がします。まだまだ技術がね必要なので、練習はね絶対必要なんですけど。1分後に完成って出てきてるけど、もう誰これ、ごまかせてるやん口角口角誰マジで、理化されすぎて怖っ。ちょっとなんかすごくない、だ誰。いやもうこれは私なんよな。でも見て、よく見て、これ口角ごまかせてんねんいやもうなんで美化されすぎ。ファンタジー見てこれ、すごいな、こんな顔になれたら色に。どうか、ちょっと待って、私味あるな、私味あるわ。なお姫様やで、いやプリンセスやん。うわなりたいこれに。ほんで何、フラワーって何これ、フラワー、どういうこと。サイバーピンクめっちゃ可愛い。こんなお顔になりたいんですけど。すごいな、何このアメリカンガール、めっちゃ可愛いやん。スケッチって何、スケッチ、スケッチなんかまだ全然反応してないんですけど。私こんな夜に何してんねやろほんまに。夜の研究会でした。またね何か開催したいなと思います。 Get Ready With Me なのかわかんないんですけど、どういう動画だったんでしょうか。またよかったらお付き合いくださいませ。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。